シュナウザーの内側の耳の皮脂がすごく強いので、オイルでしっかり汚れを取っていきます。オイルはなじませるのに大体2分ぐらいかけるので、桶に水を溜めてる間につけておきます。洗濯機もゴシゴシ洗わなくても水と洗剤の力で回しながら汚れを落としてくれるので、それと同じ原理で水をかき混ぜながら手の間に入ってる汚れとかも落としていきます。背中は普通に手でかけ湯みたいな感じで、この時もゴシゴシやらずに普通にかけてるだけです。顔は桶の中にはつけられないので、顔はまたシャンプーを薄めたものでかけてマッサージするように洗っていきます。日立製の建築のコンプレッサーで、3つのシャンプーを使い分けてます。今回はラグジュアリーシャンプーを使って泡出します。どうぞ。1回目でしっかり洗ってあるので、うん、2回目はほんとつけるぐらいで大丈夫です。スプライはこの鼻の下の濡れる毛、汚れちゃう毛は短く、こうハの字に可愛くなるように切ります。でブローの後に、マズルの毛は舐めたりして汚れちゃう子が多いと思うので、この鼻の前に出る毛は切ってあげます。毛の流れが下は下に向いてるし、横もちょっと下向きなんですけど横向きに生えてるので、その向きに合わせてハサミの角度もしっかり変えながら、で反対切る時も同じ毛の流れの角度で切っていきます。絵も描くようにというか、ストップも切るんですけど、正面から見てまずどこの位置でハサミ、ストップを決めたら楕円とか丸くなるかっていうのをしっかり見て、ここだったらすごい大きいマズルならこうなると思うんですけど、ちっちゃいマズルにしたいので少し手前からハサミを入れていきます。1回で切るイメージじゃなくて、ちょっとずつ細かく切ってラインをつけていく。ストップははっきりラインをつけてあげたいので、毛の流れがこっちは、こう生えてるので、その毛の流れに沿ってハサミを入れるとラインがぼやけてしまうので、ストップ切るときは反対の向きからハサミを入れてしっかりラインをつけてあげます。ストップ切ったら今度目の前のここの毛が出てくる、残ると思うので、ここを次は切ります。で切るときはストップにコームを垂直に当てて、そのまま垂直のまま横にスライドして軽く目の方に出してあげると毛が出てくるので、そこを出てきた毛だけを今度すきばさみでカットします。口の下のここの結構色変わってる子とかいると思うんですけど、この汚れる毛、犬歯の当たるところは短く切ってあげると清潔を保てると思うので、ここは短くします。
バリカンかけるときはあんまり早すぎてもバリカンの刃の動きについていけなくて毛が残ってしまうと思うので、ゆっくりゆっくりかけていきます。でこの時もしっかり皮膚を伸ばしてあげて、頭の上はこの眉毛の後ろから入れます。この耳の縁を切らないように、下から手を回して、私は中指で押さえて、その手前まで、指に当たるぐらいまでをバリカン入れるんですけど、そうすると少し毛が残ってしまうので、ここは耳を少し上げて、逆剃りがっつりは入れないんですけど、この浮いてるところだけ逆で入れます。でこれ6ミリなので、それでも残る毛はハサミで調整しています。で耳も縁を切らないようにしっかり外へ流すように、バリカンの角度を考えながらやれば耳は切らないので、しっかり外に流すようにバリカンを入れます。輪郭は眉毛を小さめに作るので、この目尻より1センチぐらい外側から、まっすぐじゃないんですけど、ここを取ってでつながるようにします。で眉毛のこの目のすぐ上、まつ毛のすぐ上にあるこの黒い毛は残ってるとなんかぼやぼやして眉毛がはっきり見えないので、この黒いところは短めに取ります。でこの眉間もこの黒いところ、白と黒の分かれてるところからしっかりハサミを毛の向き、毛の流れに沿って縦に入れていきます。で今度は
後ろ側を決めたいので、ちょっとちっちゃめに作るので、この白いところ少しこの辺りはカットします。残りやすいと思うんですけど、ここの目頭、眉頭のここの黒いところも切ってあげることで、しっかり眉毛がはっきりします。で、この黒いところが取れたら、目頭から3分の1を一番高くなるようにして、こう山になるようにしていきます。で、私はまず 目尻の方から斜めに切っていって、このこっちの反対の目頭の方を斜めに山を作るイメージでカットしていきます。で、この時にすごいとんがってる山じゃなくて、丸に近いなだらかな山にするようなイメージでカットします。で、ただこの表面じゃない、輪郭というか、このラインを入れるだけじゃなくて、しっかり前も後ろも丸くなるようにハサミをこう円を描くように入れていきます。そうすることで優しい雰囲気が出て、丸みのある眉毛になるので、ここもさっきみたいにストップから横に入れて少し上に出してあげて、で、ここ取りすぎるとこの輪郭とのこうくぼんでしまうので、表面の黒いところだけを切るイメージでカットします。で、まつげは残すので切らないようにしっかり押さえて、この黒いところだけ本当数ミリずつカットするイメージで調整していきます。そんな切らないんだね。多分がっつり切るとここがこう、ちょっと顔が確かにシュッとしちゃうね。そこ切るとね、結構切るのかと思ったら、でも切るとなんだろう、こんな感じでボコボコってなると思うので、で、こっちから少しすくイメージでがっつり切るんじゃなくて、この黒いところだけ少しすいてあげる。で、この目の下の黒いところを少し切ってあげるだけでも結構目がはっきり見えるので、可愛さは増すと思います。シュナウザーは特にこの毛が下に落ちやすい、なんかプードルみたいに立毛してるわけじゃないので下に流れてくるので、この下から切って上に支えてあげるイメージで作ると綺麗に、丸く楕円になります。で、切っていくときにここに角ができると思うので、この角を落とすイメージで少しずつ上に上げながら、マズルの幅の話なんですけど、小さめに作りたいのでこの目尻の幅ぐらいの大きさで、これぐらいで作っていきます。大体の幅が決まったら、今下をカットして、この上に今こう持ち上げるようにカットしたので、下の支えが
できたので、今度上の角を取っていきます。ここがちょっとまだ残ってるので、ここも切りすぎない程度で、この目の前と目の前の毛とマズルの毛を分けるイメージで少しつきます。できたらちょっと下に向けてあげると、今度ここに角ができるので、この角をまた下から上にもう数ミリ程度で取っていきます。ここの角って、あと鼻の上のここのパサパサしてるここの毛があるとなんかちょっとぼやってしてしまうので、ここもこの鼻のライン、ここまでをカットします。ある程度できたら一番最後に顎下をカットします。私は結構ギリギリまで短くするので、この輪郭につながるイメージで、そうです、こうつながるようにしてます。この下の毛よく残ってることとかあると思うんですけど、ここも、この子だったら体も頭もしっかりかけてるので、この残ってるここの毛いらないので、ここもしっかり短くしてあげます。でさっきバリカンかけてこの周りがパサパサしてるので、ここをボブバサミで綺麗に整えていきます。であとはもうほんと最後の最後でチッキングしてあげる、そ